はい、どうもゲーム仮面です。さあ今回はね、インドラ、ラスボスとも言われているインドラの倒し方を紹介していきたいと思います。まずインドラをどうやって出すかということなんですけども、オーラというところを押したら覇気が出るんですけど、その色っていうのがあるんだよね。覇気の色があるんだけど、その色に応じて、このボタンを押していきます。まずここはね、白のボタンなんですよ。白だったら押せる。押したらこうやって黄緑色になりますね。今ね、リオさん、動画班のね、リオさんは、白の覇気だったから、ここのボタンを押すことができて黄緑色になるんですけど、でこのような感じで、あと赤とピンクっていうね、見聞色の色がね必要になってくるんですよ。でなんとこの、海の上のお城のこの一番てっぺんのところにピンク色の覇気で押せるボタンがあるんですね。ここはピンクの覇気じゃないと押せない。そしてさらにそこから落ちたところ、こっから落ちるところになんともう一個あるんですよ。ここが赤の覇気で押せるボタン。この3つのボタンを押さないといけない。つまり3つの、覇気をも誰かが持ってないといけないと。みんなで協力してこの覇気のボタンね、3つを押すことができたら、神のシャリスをここにねセットすると、はい、バリアが壊れましたということで、神々との戦いっていう名前ね、表示が出てきて、インドラが出てくるっていうことなんですね。はい、このねカラースペシャリストっていうね、マンションにいるカラースペシャリストに話しかけると、色をね、覇気の色を変えることができるんですね。はい、インドラを倒すとこのポータルっていうのがね使えるようになって、移動できるようになるんだよね。海の上のお城と、あとヒドラアイランドとマンションがねつながるっていうね。あ、バリア壊れました。おお、バリアが壊れたってことはインドラが登場したということで、早速ねインドラの場所まで行きましょう。よっしゃ、はい、大仏巨大化しました。最近はもう大仏ばっかり使ってるよ。格闘スキルとかさ、剣とか育てやすいからね。ちょっと待って、待って、死ぬんだけどこれ。おい、ちょっと別に石君に殺されたんだけど。はい、ということでね、バウンティー捕らえちゃったけど、まあ一回死んだら15分は殺されないでしょ確か。だからこれでね、心置きなくインドラをボコボコにしましょう。ある程度インドラにダメージ与えないとね、報酬もらえないもんね。よし、速攻で近づいていく。はい、もう2万以上ダメージ与えたぞ。さすがだね、これ山っていうね、あの前にゲットした武器でねボコボコにしていきたいと思いますけれども、いや結構ねこれで、あとは、インスティンクトっていうところを押して、覇気を使えば、まあ、見聞色の覇気使えばこうやってなんとかダメージも避けつつ戦えるということでね、ちゃんと録画できてることを確認してね追い詰めていきましょう。いけるか。結構食らわしてるぞ。もう5万以上食らわしてるよね。よっしゃい、ワルキューレヘルメット。あとねダークダガーっていうね、ミホークがね持ってるちっちゃい武器もねゲットできるんですけど、俺はまだそれゲットしたことなくて、でもこれでねインドラの帽子がゲットできるわけですね。あ、インドラの帽子、インドラの帽子どれだ、インドラの帽子、インドラの帽子、あったあったあった、これだね。はい、そして種族 V4 っていうやつを覚醒するためには、このインドラっていうボスを倒して、さらに別の動画で紹介した覚醒カタクリ、普通のカタクリと覚醒カタクリっていうのがいて、覚醒カタクリをちゃんと出して、でそいつをぶちのめさないと、V4 の覚醒ミッションにね挑戦することができないんで、皆さんもね、ぜひインドラと覚醒カタクリ倒しちゃいましょう。以上ゲーム仮面でした。